条ですが、知ってる方いらっしゃいますよね、もちろんね、はい、山鹿市の方だから。はい、じゃあ菊池城、お城なんですけれども、かの有名な熊本城とはね、ちょっと違って7世紀後半に築かれたと言われております。古代山城になりますね。知ってた、みんな。山鹿市なのに知らない。前代未聞だ。前代未聞。あ、何、僕も知らんかった。そうそっちが前代未聞、ちょっとやめてくれる。はい、その菊池城がですね、コロー君のお家なんですけれども、菊池城はですね、その当時7世紀後半、九州を治めていた太宰府をですね、守るために築かれた、これ太宰府の真似だそうです。太宰府を守るために築かれた古代山城で、大野城や紀伊城と同じなんですけど、その大野城や紀伊城にですね、武器や食料を運ぶための、支援基地だったと言われています。はい、で、五郎君のなんかパッと見なんですけれども、なんかね、気になるとこないですか？ほら、どうよ、かっこいいでしょって。あ、私、あ、そう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 、頭にお城。よく気づいてくれた、ありがとう。そうです、コロー君の頭の上なんか乗ってますね。これはですね、じゃーん、八角形をした建物で、八角形コローと言います。はい、もう気づかれましたね、コロー君の名前はここから来ました。で、この建物を菊池城とは言わないんですね。実はこれは、あ、今言ったたりね、八角形コローです。で、この役割なんですけれども、どんな役割だったか分かる方ご存知ですか？分かる方いらっしゃいますか？はい、手が上がらん。じゃあコロー君、説明してあげて。はい、今菊池城歩いてますね。え、なになに、お腹すいた。え、あ、そう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 、その当時は時計がないから、どうする、うんうん、あ、太陽の位置ね、チッ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 ピーン、あ、真上に来た。ということはお昼です、皆さんお昼です、どん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 って太鼓を鳴らして時計をお知らせするための役割が一つと。上から登ってじーって見て、はっ、いた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 、うんうん、あ、槍投げてんのかな今ね。あ、そうそうそう、どん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 、敵が来たよ、みんな敵だよってお知らせするための見張り台の役割がありました。だからですね、太鼓を使うから、この八角形コローの子は太鼓の子を使うんですね。で、ローの方は何、楼閣のローっていうの、あれ、草、あ、違う違う、秋辺、秋辺に桜、おー、え、秋辺に桜、あ、そっか、お前いいや、ということです。